開戦から3週間、屈辱の時間はここまでだ。夕日の到来を待つまでもなく、蛮族どもの血でこの山は赤く染まる。総攻撃開始だ。陥落は時間の問題だな。将軍、ドラウント将軍はこちらにいらっしゃいますか？ローガン隊長より緊急の連絡です。何があった？報告しろ。は、それが、ローガン、あの世で煽ってよ。貴様何を。まさか。こうして面と向かって会うのは初めてだな、ドラウッド将軍。貴様ウェインか、なぜここに。そりゃお前の首を取りに来たからさ。誰か。人は来ない。そっちの兵士はどいつもこいつも山のことで頭いっぱいだ。本陣のことなんて気にもしてないさ。だがお前たちが山を降りたのは確認されているはずだ。部隊を指揮している者までその情報が届けば。俺たちは山を降りてなんていない。洞窟の行動覚えてるよな。俺は死んだ道、岩盤をどかすのに数ヶ月は。その横だよ。あの行動の横を通るようにして事前に甲府たちに掘ってもらったのさ。鉱山内部から洞窟手前まで伸びる行動を。まさか。そうだ、あの崩落は洞窟の存在をお前たちの意識から消すために起こした。あとは残った部分を掘り進めて開通させ、お前たちの装備を着込んで外に出れば、もう誰も俺たちをナトラ兵とは疑わない。全て貴様の手のひらの上だというのか。ま、本当は俺が出張る予定はなかったんだが。ニニムは俺の心臓だ。その俺の心臓を侮辱した奴は残らず殺すと決めている。